はい、大勢歯食いしばってポールの手前しっかり隙を踏んでくるらしいです。さあどうか。そう、一発で来ん。ここで外隙、外膝がちょっと外向いてるってことはまだ甘いかな。でもトライはいいね。え、もう一回誰？ちゃんとアダルトな滑りより体にねじらないで、体しこっち谷側に向けて、足とにかく使え、上半身で。仮面ライダーに変身する必要ないんだから一発に持ってる。それには手前のポール、手前でどういうアクションをするかが重要。行き当たりばったりになるの。手前でちゃんと考えて、次をどうやって狙ってやろうかって、常に考えて。え、誰？ミユです。ミユはあのルクニックの下のところ方向、手前から方向決めて、絶対あそこ下に膨らまないようにね。はい、少しずつよく、まんて形作り出した。体持ち上げろ、立って滑る。これやるな、これ、このままこう。それで多分ちょうどいい。その代わり膝をむちゃくちゃ倒せ、踏んで倒せ。あとはもう上体をもう起こせ、うん、これやめろ、これ。やばい、まっすぐ狙い。クニックのと手前からしっかり捉えていきましょうね。狙い方考えろ。もう練習、エクササイズのセットなんです。ってあるんです、この平らで。だからスラウムのスピードで。その趣旨をまず理解すると、左外側の時に曲がんないから、いつもより曲がんないと思って焦って、頭に。いやもう、さっき良かったからね。足しっかり、足首しっかり曲げ伸ばし使え。だいぶ良くはなったけど、まあ、もっと手をさ、左右こなんか対称なのもそうなんだけど、胴体がやっぱ近すぎ、離してこい、はい、前に。たごくごく単純だから、これ、まあ、片方7キロあんだから手え、単純前か後ろかでポジションが変わるんだから。ここ、最後から2つ目と3つ目の右外側の時にガガッて、強いエッジでした。マナちゃん、ちょっと二段モーション入った、1回で決めとこい。それが手前でちゃんと決めてこない。それと内足手前が開かない、内足もっと外隙に引きつけろ。上打者は段取り8割って、それと一緒に手前の水を使う。マナちゃん、この膝こうしろ、こうじゃなくてこうしろ。もっと足元近くていいから、開かないで、その代わり膝が膝を倒し込む。そうすると多分2段モーションやってるのは一つ原因として今のがあるから、1回で決めていけるようになる。 OK、 もう今左右のバランス良かったです。で、立ち上がるときにこうやってあんまりテンポなくてやんないなんであそこで腰が落ちる。もうずっとこう、グーが小泉さん腰落とすな、なんか昨日の方が良かったよ。腰を少し上げるぐらい。小泉さん、足首使いましょう。腰が引けちゃってんの、足首が死んでる証拠ですから。あれだとスキー踏んでも伝達されないんで、柔軟さにも欠けるし。よし、お、だいぶ意識、外交外形はバラ売りしませんっつって言ったからセット売りしかしない。いいじゃないですか、だいぶ意識。やっぱりね、力みすぎなんですよ。スキー乗りはいいんですよ。だけど、さっきも言ったけど、ポールの横で良くなった、両足は伸びた、ちょっとリラックス。今 OK、 今 OK、今もう一回それを意識してどんどんやってきな。両足、とにかく両足、そうすればこれがなくなってくるから、両方のスキーが同調するようになってくるから。あ、ちょっと来るから見てな。 OK、 いいよ、ちょっと下で何人か見てる。
見てな、ちょっと量が多分体の向きとかさ、スキーのタンクを、どう、膝下が使われてない？ギューンギューン、ラクシマのポールの横からちょっと下ぐらい、若干横に押しちゃうところだったよ。あ、今こっちターン、左、右ターンがいい。